最近ミュージック、最近 TV を撮るや。はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。皆さんが大好きな、こちら、ビッグマックです。普通はこれこうやってこのままもうこう、食べますよね。そうなんですけど、今日はちょっと違います。アメリカのジャンクフード好きの人は、これに一工夫して食べるらしいんです。今日はその食べ方に挑戦したいと思います。用意するものはこちら。じゃあやりますか。よし、これをつけてと。全体にこうつけないとダメだもんね。こうして。で、これをパン粉の方にこう入れてと。うん、こんな感じでしょうかね。それでは、いきます。あげますよ。ゴー。おー、なんと大胆な、この感じ。やばいやばい。ちょっと沈めよう。うわ、すごい。すごいこれ。よし、もう揚げましょう。よし、気をつけて。よーし、ほいった。それでは半分に切ってみましょうか。 GO! おほほほほ、いいんじゃないこれ。さあ、これご覧ください。めちゃめちゃ美味しそうですね、これは。それでは、いただきましょうか。いただきます。うまー。これは美味しい。なんか思ったんですけど、ジャンクを通り越してむしろいい料理になった。外がすごいサクサクで、中はとろっとちょっとチーズが溶けて美味しいです。まあ、おそらく油で揚げてるので、通常のビッグマックよりもさらにカロリーが上がってね、多分やばいかもしれないんですけれど、それ以前にね、美味しい。まあね、別にこれ毎日食べるわけじゃないと思うので、別にたまに食べる分には全然いいんじゃないかなと思います。例えばこれハンバーガー買ってきて、あ、ちょっと時間経って冷めちゃったっていう時にはすごくいいアレンジだと思いますね。なんかね、もう表面だけ見るともうカレーパン的な、そういう要素もあるんですよ。本当にお世辞抜きで美味しいから、ぜひ一度お試しください。これ高校生の男子とかでもペロッといけると思いますよ。まあ、今日はね、ビッグマックでやったんですけれど、別に何でもいいと思うんですよ。普通のハンバーガーでもいいし、チーズバーガー、照り焼きでもいけんじゃないですか。ただフィレオフィッシュとか揚げ物が入ってるやつだとちょっとくどくなりすぎるかもしれないんですが、まあ、通常のハンバーガーなどで試していただくといいかと思います。大々的に別に受け付けてますとは一回も言ってないと思いますが、全然あればぜひコメント欄に書いてください。もちろん全部はできないんですけれど、可能なやつがあればやってみたいと思います。それではまた次回の最近 TV でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンの Twitter、 動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。